ムハンプトンは、アメリカ合衆国フロリダ州、ヘルナンド郡、ブルックスビル出身の元プロ野球選手、野球指導者。左投げ右打ち。1990年の MLB ドラフト6巡目で、シアトルマリナーズから指名され、プロ入り。1991年5月31日には、マイナーリーグ A 級サンバーナリーのスピリットで、ノーヒットノーランを達成。 1993年4月17日にメジャーデビューを果たす。1993年12月10日にエリック・アンソニーとのトレードでマイク・フェルダーと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。1994年はリリーフで44試合に登板。1995年からは先発に転向する。1999年には22勝4敗。 防御率2.90を記録。最多勝ちのタイトルを獲得し、1979年にジョーニー・クロがマークした、球団記録の21勝を更新した。サイアング賞の投票では、ランディ・ジョンソンに次ぐ2位に入った。1999年12月23日に、オクタビオ・ドーテル、ロジャー・セレーニョラとのトレードで、デレクベルと共に、ニューヨーク・メッツへ移籍した。二千年は、 請求難に陥り、開幕3連敗を喫する。4月までは2勝4敗、防御率6.48と低迷するがその後は持ち直し、最終的に15勝10敗、防御率3.14を記録し、チームのワイルドカード獲得に貢献する。セントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第5戦では、生涯最高の投球をしてみせると宣言し、3アンダーカンプー勝利で、 チームを14年ぶりのワールドシリーズ進出へ導いた。また、同シリーズでは16イニング連続無失点を記録し2勝をアゲーム v p を受賞した。ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは第2戦に先発したが、6回4失点で敗戦投手となり、チームも1勝4敗で敗退した。2000年シーズン終了後 FA となるため、メッツはトレードで獲得した際に、 長期契約の元交渉を行うつもりでいたが、ハンプトン側の要望で交渉はシーズン終了後に見送られた。2000年12月9日にコロラドロッキーズと投資として、当時史上最高額となる総額1億2100万ドルの8年契約で合意した。2001年4月2日のカージナルスとの開幕戦で先発し、8.21回を無失点に抑え勝利投資となった。 その後5連勝するなど5月までは7勝2敗、防御率2.68と好調だったが、後半戦は5勝8敗、防御率7.46と絶不調に陥る。シーズン通算では14勝13敗、防御率5.41と期待を裏切った。2002年は開幕から3試合で3敗、防御率10.26。その後も、 防御率が一度も6点台を下回ることがなく、7勝15敗、防御率6.15、ヒアンダ率、313と不振を極めた。2002年11月16日に、プレストン・ウィルソン、チャールズ・ジョンソンらとのトレードで、フアン・ピエールプラス・キンセンと共に、フロリダ・マーリンズに移籍。2日後の11月18日に1対2の交換トレードで、アトランタ・ブレーブスへ移籍した。 この時点で契約が6年8450万ドル、残っていたが、ブレーブスが3950万ドル、残りをロッキーズとマーリンズが負担することとなった。2003年、14勝8敗、防御率3.84を記録し、復活を果たす。自身初のゴールドグラブ賞を受賞し、チームメイトのグレッグ・マダックスの連続受賞を13年でストップさせた。 2005年は12試合に登板したところでトミー・ジョン手術を受けた。そのため2006年、2007年は1試合にも登板できず2006年には膝の手術も受けている。2008年7月26日におよそ3年ぶりにメジャー復帰。復帰3戦目となった8月5日のサンフランシスコジャイアンツ戦で7回を2失点に抑え2005年8月15日以来。 1087日ぶりとなる勝利を挙げた。2008年12月、1年200万ドルでフルスアストロズに復帰するが7勝10敗、防御率5.30に終わる。2010年にアリゾナダイヤモンドバックスと契約。2011年3月26日に現役引退を表明した。2013年はロサンゼルスエンゼルスオブ。 アナハイム参加の AA 級アーカンソートラベラーズの投手コーチ。2014年はアリゾナリーグエンゼルスの投手コーチを務めた。2016年シーズンからマリナーズのブルペンコーチに就任することになり、2017年まで務めた。投手ながら打者顔負けの強打を誇った。2001年には1シーズン7本塁打をマークし、投手としてのナショナルリーグ最多タイ記録となった。 1999年から5年連続でシルバースラッガー賞を受賞。投手で5度の獲得は4度のトムグラビンを抑えて歴代1位。通算打撃成績は打率246、本塁打16、打点79。投手としての登板以外に大打倒で29試合に出場している。ただし、投手以外の守備位置についたことはない。ありがとうございます。